新世界の神ポコイフロンだ。大久保チャンネルだよ。朔太郎です。ということで今回は、大久保誠とさくらを呼んだんですけど、この二人もともと喧嘩してたんですよ。割とガチな方で。で、さくらが大久保の顔を晒して、で、大久保はさくらの顔を晒してたよね。いや、晒してない。なんかこいつが晒してないとか言ったから言い合いになって。いやいや、違う。いや、お前が晒したんだよ。スタンプ作って遊ばれてたね、めちゃめちゃ。使って遊んでたのは事実。あ、俺遊んで、じゃあ証拠あんの、証拠を。はいはい、出して、ED。ED 出して、ED。証拠を求めてくんな、証拠ばっかよ。じゃあないなら言うね、クソ ED がよ。お前がいるけど、パーティーだけど、ラグいる。一回黙ってもらっていい？黙れ、マジでお前、落ちそうだ。まだ試合も始まってないのに。じゃあまあとりあえず大久保側の意見は晒したってことと、で、さくらの意見は晒してないっていうことで食い違いが起きてるってことね。まあこの件はまあ未だに解決はあんまりしてないんだけど、まあ一応ね、この仲の悪い二人を怠慢させるという、もうクソカオスな企画を取っていきたいと思います。ゴミだろ、紙飛行機だろ。黙れよ、お前どうせココイロンが大好きすぎて頭がおかしいだけだろ。当たり前だろ。じゃあもうやろう。まあ地獄見るからお前はとりあえず今のうちに喋ってきな。うわ、ラグイ ED がいるからラグイ。これはいつだろ。武器は選んでいいよ、おのおの二人でどれにするか。どれにする、これとこれね。なるほど、これが普通だろ。台湾じゃあ観戦に入りますか。おい、金付きやめて、下手、見たくもないわ。どうする、ワンパン？ワンパンありにしてもいいよ。そのルールはもう各々自分で決めていいわ。あ、じゃあいいや、やめとこ。このままでいく。オッケー。邪魔。寄ってくんな。邪魔。臭くて結構。ポケごっこ。おい、無理して笑ってあげない。何その無理して笑ってあげないよ。俺の今の言ったことがつまんないみたいな言い方しやがって、サクタロウこの野郎。何が無理して笑えないだよ。お前が笑ってあげるわよ、ファンなんだからよ。俺ファンじゃないから、何言っちゃってんのお前。メンバーシップも買って。メンバーシップも買ってとか言って、大久保なんか、トハムにめちゃめちゃメンバーシップ攻撃してたやん。いや、メンバーシップで荒らしたいから、これ。荒らしやがら、荒らし。大丈夫 ?ED。ED 大丈夫かな。おお、すごい激しい激しい。イモリイモリ、これ陰キャがやることね。これ陰キャがやること、まあみんなも真似するといいよ。これ陰キャがやることだから。陰キャっていうのは例えば誰なの。例えば俺とか ED みたいなやつとかやるの。気にすんな、やり直すんかい。ねえ、キモいキモい。毎回その邪魔は入るんだね。ポケごっこはよいしょ。ははは。あれ、さくらさ、俺のファンとか言いながら今無理して笑わなかったよな。うん、確かに俺を笑ってあげても無理にして。ねえ、コケごっこって無理して笑わなかったよね。それはファンって言えんの。ファン引退、これ危ない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 。何やってんの ED、 さすが ED だわ。すごい、なんか長期戦になってますね。僕やばいんじゃないのこれ。大丈夫だよ、 ED だから。これでもお前全然喋ってないじゃん。喋りながらじゃできないから、やっぱ。いや、できるわ。じゃあもっと喋ってよ。俺の方が喋ってるよ。はい、もうですか。ほらほら、喋れ喋れ、もっと喋れ。ゴリ押しゴリ押し、やばい、切れちゃうよ。降りちゃうでしょ。あ、逃げられちゃった。すごい、お、分かんなくなってきたよ、勝負の行方が。いや、これ俺ね、負けちゃうんですよ、やっぱ。こういうのってね、喋れば勝ちっていうもんですからね。負ければ、これ名刺ね、これ。名刺、負ければ勝ち。名言じゃなくて。ほら、お前って最悪。喋れば勝ち、言うんだよ。ね、喋れば勝ち。これがゲーム。喋ってやってね、楽しくやればね、勝てるもんですよ、ゲームは。まあ、ここからは、なんだよね。あら、瞬殺されていく。こうやって引退引退って言ってるけどね、もう僕あんまフォートナイトやんないんで、まあ別に引退してもいいです。いや、いいわけ。いや、どんな言い訳ですか。レベル見てみ、レベル見てみ。レベル34。え、変わんねえよ、やってる時間。え、だって俺、え、あ、じゃあ例えば配信とか動画とか撮るときにレベルとか上がっちゃうんですよ、わかりますか。そういうのもわかんない ED 君はやっぱ頭悪いと思うんですよね。はい、いや、お前頭ちょっと悪いと思うんですよね。はい、なんでそのちょっとひろゆきっぽい感じになってるの。憧れてるの。ね、いちいち崩さないでくれるお前。え、じゃあなんでダメなんですか。はい、登るのがめんどくさいんだ。はい、だってあの僕たちでルール考えていいって言われたので。いや、お前だけのルールじゃないから。俺もいいから。じゃああなたもやってくださいよ。ならそうやって崩したりさ。崩すな、いちいち無理です。こっちが無理だわ。ならなんとかして
ください。無理です。お前もなんとかできねえわ。じゃあなんとかできないなら言わないでください。無理です。崩したくあります。崩したいです。日本語おかしいよ。日本語おかしい。崩したくあります。崩したくあります。無理です。全部崩すので僕は。ちなみに今の全部削すって言ったのは何だったの？削りました。無理です。なんだこの長い建築バトルは。お目が下手だからだよ。最強36とか。何これ。カスダメしか出ないな、さっきからずっと。カスダメ対決はつまんな。戦いよりなんて口の方がすごいよな。はい、カス。口の方が動いてるもん、ね、お前らゲームのプレイより。口さえ動けばね、勝ちって言うじゃん。だって喋れない人もいるんだよ。やっぱね、今のうちにね、死ぬ前にね、口ばっか動かした方がね、幸せじゃん。その年齢でもう死ぬこと考えてんだ。いや、もう考えるしかないでしょ、これ。早すぎるでしょ、ちょっと。おいおい、当ててみろよ、俺は。お前、何その。何者か、知るな。ああ、あった。MR、俺。あー、もう3対1ですけど。もう負けだよ、お前。別に俺は負けてもいいよ。いいの？いいよ、別に負けても。いいんだ、先生っぽく。もお前と別にあんまりやりたくなかったからさ、別に負けてもいいよ。てかもう3対1だから、もう勝負はついてるんだよね。まあいいけど。え、これ3本勝負なの？わかんない。まあ3本だね、基本的には。じゃあこれで終わりだね。なら、終わり。はい、勝つ。もう本当に、お前マジやめる時期だよ、もう、フォートナイト。あ、もうゲーム自体やめた方がいいよ。なんで？理由は？え、じゃあゲームやめる理由は？下手。センスない。下手？んー、じゃあお前スマブラ下手。はい。いや、お前も下手だよ。まあ、スマブラ下手。スマブラ下手以前に、さくらとスマブラすると、落ちるんだよね。うん、確かに ED 回線だから。お前はゲームやめた方がいい理由は、ラグい、ED、回線悪い、ポケットは早い、ゴミ。いや、ポケットは早いじゃねえし。え、じゃあポケットは早いじゃないの。なんでさ、そんないつもラグいの。マイクラ落ちる、スマブラ落ちる、マリカ落ちる。落ちてねえよ。お前の反響の方がよっぽどうるせえわ。ああ、なら、言うとしてください。お前のスマホどうなってんだ、はい、だから、言うとしてください。我慢してんだ、こっちはよ。スピーカーミュートしてください、なら。無理です、はい、無理です、それは無理です。ミュートしてください。このタイマンを踏まえて、まあ、仲良くなれたらいいなと思ってやったんですけど、なんかすごい仲良さそうにしてたから、これ仲直りってことかな。君たち二人はそれ大丈夫？いや、ちょっと、だって別にサクタロの方がフォートナイトやってるしね。フォートナイト履歴サクタロの方が長いし。とりあえずこのタイマンを経て仲良くなろうってことなんで、まあ仲良くはなれた。いや、ちょっと無理っすね、はい、僕はあんまフォートナイトやってないのに、向こうの方が子さんなのに、なんか強がって余裕余裕、うん、そんなの余裕に決まってる。でもお前最初あんだけカスみたいなこと言ってきたけど、あれはどういうこと？その分かりきってることなのに、うん、それで？え、ちょっとカッコ悪いなみたいな。いや、別にカッコ悪くてもいいよ、うん。じゃあ仲直りするってことで、今日から仲良くしますって言ってほしいわ。あー、これから仲良くします。かわいそうかな、大久保が。だから仲良くしてあげないと。あれはちょっとネタで言っただけなんで、別に仲良くしたいって思ってません。はい、僕はネタで言ったので、はい、お疲れさんです。はい。